期間限定ハロウィンイベント、スカベンチャーハント、恐怖のフィールド、ゲームプレイ動画です。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 種類か。オブジェクトアイコンの位置は、概要欄の方にタイムスタンプ貼ってますので、それをまた参考の方によろしくお願いします。はい、では始めていきます。雲、さらに雲、頭蓋骨の鍵、さらに頭蓋骨の鍵、お、眼球、なるべく早く終わらせたいなっていうので、はい、気持ち焦ってます。サクサク進みたいな。お、吸血鬼の歯発見。バイキングヘルメット、お、発見。頭蓋骨の鍵、ヘビ発見。男のイラスト可愛いよな。センスが垣間見る。なんかいろいろとストーリーがあるんだよね。バイキング。どこだ？お、近くに。カボチャの風船。キャラクターアイコンをタップすると音が鳴るっていう。結構もういっぱいありそうだけどな、探しきれないぞ。お、これは雲。お、さらに上にバイキング。お、保険、頭蓋骨の鍵。お、バイキング。そうそうそう、あの、そういえば余談なんですけど、頭蓋骨の鍵もしくは頭蓋骨、どちらなんですかね、正式名称は。でもなんか一般的にはなんか頭蓋骨って感じかな。お、眼球。頭蓋骨って言わないもんな。やっぱ頭蓋骨なんでしょうね。お、かぼちゃの風船。これもかな？不気味な枝。どこかな？お、これは、バイキング？いや、違和感なさすぎだろ。お、発見、雲。お、眼球。お、これもか？覆面？あれ？あ、これ違うのか。紛らわしいな。なかったっけ？あ、ないのね。おお、発見、雲。どこかな？お、これは吸血鬼の偽の歯。長いよ、名称が。お、見落としがちなコーン。よく見た隣コーン。お、見っけ、頭蓋骨の鍵。ふう、なんかサクサク進んでるけど、最後らへん絶対探しきれないんだろうな。と、孤立は、お、かぼちゃの風船発見。どこだ？お、いた！雲！コンプリート！次はどこかな？お、発見！これ眼球。はい。コンプリート！頭蓋骨の鍵。お、コンプ。他にはないかな？お、これはもしかして吸血鬼の歯コンプリート。あとどれぐらい残ってるのかな。うわー、まだ半分ぐらいか。石はなんかタロットカード。お、コーン発見。お、タロットカード見逃してたな。お、あ、近くにあんじゃん。まあ、ぐるっと一周してきてしまったな。絶対見落としあると思うんだけどな。
本当に。おお、かぼちゃ発見。よかった。本当注意力が高い人はすぐ見つけきれるんだろうな。ないよね。もうなんか。おお、不気味な枝。やった。そして不気味な枝があと4つもあるだと、マジですか。見つけにくいんですけど。カモフラージュされすぎ。なんか直近直近心地よかった。ある？もう本当になんかナイス発見。タロットカード、そろそろ探す速度が多いんだが落ちてきてますね。ちらっと時見たら7分か。ひそかにコーン、もうこれだけ見て探しきれないから、多分ここら辺はないよねって恐る恐る行ってみた。右側見てみるかな。お、こいつは見つけたよ。もうこんなところにやっほー、不気味な枝。おー、これ持ってない？コーン発見。よっしゃ。あー、ないかな。本当にもお、ヘビー、やったやっぱ場所変わるとよく探しきれる感じかな。はい、コーンゲッチュ、コンプリート。これはババドッグじゃないですか。これだよね。煙突の方に煙で取るわ。はい、じゃあ発見、ババドッグ。くっ、盲点だった。で、なんか一回見ると脳が インプットするっていうか、発見しちゃったよ、またババドッグ。もしやこれもか、あ、違うの。え、ああ、あら、違ってたのね。ああ、やっぱ探しきれんかと思いきやあるやん。まあでも数がもう頻度が下がるだろうな。探しきれますかね。もうこれやばくない、もう本当に。ここら辺、どうだ。もうタロット発見、やったね。やった、タロット発見コンプリート。羽全然見てないよな。羽っていうか羽毛か。ある？こんな小さくはないか、さすがに。ここら辺にあり、なんかね、小さいのか大きいのか分からないんだよな。ここら辺とかに木調べでもないっすよね。たまになんか絵がなんかパカッてなんか動いたりするんだよ、扉が開いたりとか。ちょっと油断できないんだよな。もう、あるか？見逃してんだろうな。真ん中。お、発見。あ、ありはするね、羽毛。
そういえば羽毛といえば別名羽毛とも呼ぶんですかね。それはないか。羽毛ってなんか羽毛ってちょっとないっすね。おお、ヘビと羽毛とまたいっぱいあるな。羽毛ないっすかね。もうなんか今一個一個探してった方が効率的なのかな、どうなのかな。もう脳内が羽毛サーチモードになってますね。おお、あった、羽毛発見。なんか昔、まあおばあちゃんが聞いた話なんだけど、こう探し物をするときに、なんかその噂話っていうか、噂をしたらかけっていうか、羽毛の話してるとなんか見つかるよとかね、あのよく財布とかね、財布を探していくと、あ、こっちにあったとかね、思い出すらしいですね。なので羽毛の話をちょっと広げたいなと。おお、発見、羽毛。ちょっと他のも探してみるか。あと1個だからな、ちょっと。羽毛も見えたらなくない。ちょっと気分転換に、羽毛、不気味な枝、不気味な枝ないかね。もうなんかもう疲れてんだな、探しきれね、やばいよね。もう本当にあるのかっていうぐらいのあれなんでしょうね。見えてないんだから、すげえよ。このストロー、まあ違うか。ここら辺ぐらいからもうちょっと頻度が落ちてくんだろうな。やばいぞ、もうどこだ。見逃してる。あ、この木とかね、枝とかね。ないっすね。ほんまにもう。あ、やっと見つけた。不気味な枝。ないですか。ないかー。おー、見けた。不気味だ。あと4つ ?4 つで終わり。もうゴールが近いな。ほんとね、このアイコンにもね、なんかいろいろストーリーがあって、深掘りしていきたいんだけど、アイテム探しっていうか、オブジェクト探しないかな。特にこの亀。こいつ。これは絶対忍者タートルズを意識してるよね。これはなんか、薬物が流れてるし、亀がいるし、みたいな。忍者タートルズやろ。なんか、ね、持ちネタっていう、この、報復させる、連想させるのが、海外なんだよな。忍者タートルズ。これは自分の勝手な想像、妄想ですから、関係ないと思うんですけど、連想させちゃうんだよな。アイコンが本当に可愛いよね。絵がイラストが可愛くて、個人的には一応まあ1時間とか1時間は見切れないけど、まあ結構ずっと眺めていけるんだよな。いろいろこの一つ一つのオブジェクトに意味があるんだろうな。なんか元ネタがあるんでしょうね。わからないけど、海外の人からしたらなんか心に刺さるもんがあるのかなって思う次第でございます。この手が出てるのか、なんかあのワンシーンがあるのかな。とオブジェクト探しですよ。やばいやばい。あと4種類 ?3 種類近くに寄せるとなんかキャラクターが喋ってるんだよね。すごいよね、凝ってる本当に。元ネタがあるのかな。こいつはもしや、ごめん、バイキングアルベット。はい、コンプリート。
あと3種類かな確か。集中しよう集中。ここにあったのかよ、不気味ないだ。コンプリート。あと2種類、羽毛とヘビ。ヘビがな、探しきれないんですよね。もうちょっと集中したいぞ。あんまり2種類じゃね。もうね、本当にヘビ、羽毛、ヘビ。おヘビあった。けー、もうふざけんなよ。もうこっちだったのかよ。もう危うくもう汚い言葉を発するところでしたよ。もう失礼失礼はあ、ラスト1個。もうちょっと高速モードで本当に、まあ、カットしてあれするかな。いやでもなるべくノーカットでお送りしたいんですよね。羽毛さん、羽毛羽毛、羽毛、羽毛。おお、もう高速。どこだ、羽毛、羽毛。おお、オーマイガー、見つけたよ。本当にもう。最後の1個。ああ、終わった。はい。以上ですね。はい。ご視聴ありがとうございました。不気味な夜。おー、この後。おー、なんか、すげえな。いろいろコレクション増えたぞ。ああ、なるほどね。ランクもアップした。はい。本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。